はい、こんにちは、シンガーソングライターの飯田まさきです。今日はこの今流れてる音楽を、僕のね、これオリジナルの楽曲流星群という、曲なんですけど、この曲を、BGM にしながら、正しいね、音程の取り方、まあ安定した音程で歌うための練習法っていう話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。まずね、歌ってて、なんだろう、音程が安定しないとかさ、まあ音程がうまく取れないなって思うことありますよね。うん、僕も結構あるんです。で、元からなんかあんまりね、歌得意じゃなかったんですよね。そう、なんでそれで今音楽やってんだって話なんだけど、とにかく何、友達とさ、カラオケとかに行った時に、もう本当に自分が明らかに下手だから、って思ってたし、なんかね、そういう風になんだろう、全然歌に自信がなかったやつが、今はね、ライブをしたり、CD を出したりね、して、それを、買っていただけたりね、そのお金を出していただいて、買っていただいたりとか、なんだろう、その自分が歌うとこにお金をね、払ってきていただいたりとかする、してもらえる、ことができるようになったっていうね、不思議だなぁと思います、人生は。はい。まあ、人生の話をするわけじゃないけどね。で、まあ、もともとはさっきも言ったけど、全然自信もなかったし、歌もすごい下手だったんだけど、まあ、ライブ活動をある時始めたんだよね。で、21歳とかそこらぐらい、結構遅かったんですけど、始めて、したら、そのライブをやった時にさ、なんか、周りの人たちもアンケートとか配ってたから、自分も配ろうと思って配ったら、そのアンケートに、こう、見たらさ、曲は良かったけど、歌の音程が不安定でした。もっと頑張ってください。っていうのが書いてあって、それ見た時にめちゃめちゃね、なんか、ショックっていうか、まあ分かってたけど、まあ悔しいじゃないですか、せっかくね。ライブしたけど、うわ、悔しいなと思って。で、なんか自分でこういろいろ歌についてね、いろいろ試してみたりとか、まああとは、ボイストレーニングに通ったりとかして練習したんですよね、自分なりに。そう、したら、まあなんか、そういうことをずっと積み重ねていくうちに、なんか自分でも、その元々の最初のライブした時とか、それ以前もそうだけど、昔の自分とは全く別人かと思うぐらいに、音程が安定するようになった。そう。とか言ってるけど、まあ今でも、気を抜くとね、ああ、ここの音程ダメだ、あったなったとか、あるけどね、まだまだってことですね。そう。なんですけど、まあでも今回、この正しい音程を取って、安定した音程で歌うため、意識すべきことね、についてね、話していこうかと思います。で、まずはですね、自分の歌って録音したことありますか？録音して聞いたことあります？なんか僕は一番最初にそれ録音して聞いてみた時にもうめちゃめちゃがっかりしたんですよ。下手すぎて、そう、こんな下手なのお前って、予想してたのより10倍ぐらい下手だったの、本当に。で、まあその自分のライブビデオとかもさ、見るじゃないですか、撮ったりとかね、毎回で、それ見ても本当に下手くそだなって思ったんだけど、何回も何回もそれを悔しいんだけど見るんだよ。で、今回はここがダメだったとか、この曲のここはいつも外してるとかね、絶対にあって、その不得意な音程っていうか、で、なんか自分でその時はしっかり音程取ってる、なんか歌ってるつもりなのに、全然あ、ダメだったんだっていう、そこでようやく気づいたんだよね。で、やっぱしなんだな、自分が不得意な音程って絶対にあると思うんで、そこがどれなのか、どの音なのかなっていうのを自分で、この曲のどの部分なのかなね、っていうのをどんどん探っていくと、あ、この音いつも低いなとか、この音、まあ、その実際出すべき音よりちょっと高いなとか、分かってれば、そこの音をすごい気をつけてやるのが正しい音程っていうのを、ね、だんだんこう体に覚え込ますっていくことができるんだよね。そう。だからまあ、ちゃんと何回も何回も意識して取り組んでれば、誰でも、ちゃんと音程が取れますよっていう話です。で、次はですね、その眉間にシワを寄せてる外人のシンガーから学ぼうって話なんだけど、なんか外人みたいなやつ、なんかうまく表現できるやつだ。生みたいな、下手くそだけど、そう、なんかこう、ここになんかこうさ、眉間にシワを寄せて歌ってるイメージじゃないですか？あるんだよ俺は。いや、多分見たらわかると思うけど、なんかあるじゃん、そういう。なんかすごい難しそうな顔して、うーんって歌ってね。そう。顔真似してもしょうがないんだけど。
でもなんかすごい辛そうな顔して歌ってんなって思ってたんだけど、これちゃんと意味があるんだってっていう話をボイトレの先生にね、教えてもらったことがあって、で、どういう意味があるのかって言いだくねって、あの人たちがただ歪めてるだけじゃなくて、それは、その高音を出すとき、高い声を出すときに、なんかここに眉間にね、音を集めて、響かせて、なんか、響かせるようなイメージを持って、歌った安定するからやってるんだよっていうのを教わって、へーと思って。で、そのボイトレの先生にさ、なんか、早くもっと しっかり眉間に音を集めるイメージ持ってって言われて、なんか、まだ音程が低いから、もっともっと集めてみたいなって言われながらずーっと練習してたんですよ。そう。でもなんかそれイメージの問題じゃん。なんだけど、確かに、ちゃんとここに響かせるってイメージを持ってやると、結構ね、安定しづらいはずの高い声、ってか高い音も安定するようになるんだよね。不思議なことに。で、なんか、こうね、ぐーっとここに音を集めて、ここ頭の上の方でこう、うまく引っ張ってるみたいなイメージですけど。で、まあ、ハミングでね、こうやって、何こうやって、ってここに集めるイメージなんですね。これ何回か多分やってみたら感覚がわかると思います。そう。で、それがじゃあ二つ目ね。で、三つ目、響かせた声を遠くに投げるイメージ。で、これもその、ボイドレン先生に言われたんだけど、これすごい効果があったんですよね。だまあこう、なんか響かせるって言ったでしょ。響かせたものを、なんかまあ、いや、さっき高い音の時はこうって言ったけど、もうちょっと低い音とかはこの辺とかさ。なんか、その時に響かせる部位が違うんですけど、まあ例えば高いところなら眉間でしょ。で、まあ中域の音階っていうのはまあ胸のこの辺。で、低音だったらもうちょっと下の方とかで響かせるイメージでやって、その響かせた音っていうのを、こう、なんていうかな、投げる感じっていうか、ポーンって投げる感じ。喋ってる時とかでもそうなんですけど、なんだろう、こう、例えばさ、なんか、そうなんだよね、みたいなと、これすごいこう、ベターってしてるじゃん。でもこれを、なんかこう、投げるイメージでやると、すごい、声がさ、パーンってね、安定する。これ伝わってっかな、伝わる感じになるんですよ。だからこれが、そのやっぱ、音をなんか投げると飛ばすようなイメージっていうのがね、すごく、これ効果あった。から、こう、って集めてるものを、ってこう、なんか投げるような、これわかるかなそう、投げるようなイメージ、これ頭の上の方から、パって投げるようなイメージでやると、安定しますと。で、次、四つ目は、しっかりとね、息を吸ってゆっくり吐き出すっていうことなんですけど、ちゃんと息を吸う。なんか浅く吸ってる場合が多いんでね、安定しないと焦っちゃってて疲れてたりとかなんだってさ。からなんか先生に言われたのはね、空気をお腹に溜めなくて背中のとこにこうこの辺に溜めるようなイメージで息を吸いなよって言われて、で、そう、確かにそうなんだよね。こう吸った時にこう背中に溜めるようなイメージでやるとちゃんと吸えるし、で、それをこうゆっくり吐き出す、吐き出すなんてで吐き出すイメージやると、なんだろう、蛇口にこうホースをつないでさ、バーって垂れ流すんじゃなくて、ちょっと先押さえるとさ、バーって出るじゃん。ああいう感じで少しずつ出すけども力強く出るし、そういうなんかろうそくを消すときに、ね、一点に集中させるようなイメージで息を使うと、吐き出すと、これ安定します。これです。今話した話を全部まあ簡単にまとめると、まあ自分のね、まあ、歌を録音して聴いて、どこが自分が取れてないか、音程を。取れてないのかな、音程取れてないな、っていうところをまあ見つけ、そこを何回も繰り返して練習すると。で、あとは高いその音程を歌うときは、まあ、眉間の辺に音を集めて、音がこう、落ちないように引っ張っていく。っていうのと、もう一つ、その、声を体のさ、どこで響かせるかね、響かせるか。で、それをどっからこう、出して投げるのか、っていうことですね。で、もう一つ最後か。これは、まあさっき言ったように、息をしっかり吸って、で、圧力をかけて、で、ゆっくりと息を使う。ね、声に変えていくって話です。ね。で、なんかやっぱ、これイメージの話ばっかりでさ、なんだろう、腹式呼吸がとか、発声法がどうとか、もっとそういう専門的な言葉が出てこなかったですけど、ちょっと、どうだろう、わかる人にはわかりやすかったかもしれないし、わかんない人にはわかんないかもしれないんですけど、
僕は結構こういう習い方をして、ああなるほどと効果があったので、ぜひ、試してみてください。きっと声が安定するようになると思います。僕もまだまだなんで、まだ頑張ります。はい、じゃあ今回はそうだね、音程の取り方についてのお話でした。はい、ここで僕からお知らせがあります。ギターを始めたばかりの人でも、音楽理論が全くわからないっていう人でもね、自分の曲作ってみたいと思いませんか？結論から言うと作ります。僕がこの10年間以上の音楽活動の中で、時間もお金も使って学んできたことを、全15話合計70分の、動画コンビの中にこうギューッと凝縮して、無料でプレゼントしたいと思います。イエーイ。例えば、シンガーソングライターに憧れてるんだけど、どうやってなればいいかわからないっていう人とか、ギターのコードって難しくてちょっと押さえるの、っていう人とか、ギター、まあ、少しは弾けるけどちょっと表現力に自信がないんだよねとかいう人とか、作詞してみたいんですけどどうやってやっていいかわからないですっていう人とか、曲作ってみたいけどどうやっていいのかわからないなっていう人とか、あとはもっと気軽にね、自分の曲を作ってみたいんだけど私なんかできるのかなとか、僕なんかできるのかなっていう人とかね、あとは自分もこうステージの上に立ってライブをしてみたいっていう人にはね、ぴったりの内容になってます。で、本当に最初に言ったけどお金は注文からなんです。登録方法は、パソコンでもしこれを見てくれてる方の場合は、YouTube のこのもっと見るっていうとこをこうピッと押してもらうとふーんって出てくるんで、そこのリンクを押してもらってメールアドレスを打ち込んでいただいて登録してもらうと第1話が届きます。で、スマホで見てくれてる方はですね、三角のマークみたいなのこうあると思うので、それピッて押すとやっぱりそのリンクがねさーって出てくるから、そこを押してもらって、メールアドレスを打ち込んでもらって登録してもらうとすぐに届きます。で、パソコンでも、スマホでもどちらでも見れるので、ぜひ登録してみてください。それでは最後まで見てくれてどうもありがとうございました。シンガーソングライターの飯田まさきでした。いや、動画講義の中で会えるのを楽しみにしています。それじゃあまたね。